は埼玉にあるマックスさんにやってきました。オリジナルの辛メニューをご紹介します。うちはダメージレスをコンセプトにしてまして4つのメニューがあるんです。でその中で、ハップスカラーというものが一番今人気です。メニューのポイントって何ですか？カラーで色を入れるだけじゃなく潤いやしなやかさを紙に入れます。処理剤対応はもちろんカラー剤にはアミノ酸をミックスし徹底的に紙の内部からきれいにしていくんです。ベールで包まれたようなツヤのある仕上がりになるんです。メニューの評判はいかがですか？はい、メニュー化して1年になるんですけども口コミで評判が広がり新規客が本当増えてありがたいことです。伝わりやすいネーミングやロゴでメニューをお客様に印象付けたのが大きかったですね。ベールで包まれたような仕上がりが連想できるようにしたんです。目で見て覚えやすく実際にやってみて効果があるというストーリー性をこのメニューに持たせました。このストーリー性を出すためにカウンセリングも工夫しています。メニューに付属したハップスカラーチェックというカラー診断を取り入れています。どのようなカラー診断なんですか？はい、ハップスカラーチェックはカラーストーンを使ってお客様の好みの色を引き出すヒントになる診断なんです。お色が悩みのお客様におすすめなカウンセリング方法があります。マックスではこういう石を使ってお客様に楽しみながらカウンセリングしていきます。色を使って現在、未来、本質を表す色を選んでいただきその中にカウンセリングとして色感図に当ててお客様のお色をおすすめとしています。色のイメージが具体化できないお客様にはこちらのカラーチャートを見て決めてもらってます。今日は何色にしますか？ちょっと赤っぽい色がいいんですけど、はい、明るさはどのぐらいの方がよろしいですか？この辺がいいですね。はい、そうしますと赤系の色で8レベルですがこちらの色になります。赤ってこういう、このようにお客様側の立場になってメニュー作りや提案をしています。またお店に来てくれるのが楽しくなるようなサロン作りに心がけています。マックスさんのオリジナルメニューはいかがですか？はい、いつもスタッフの方がすごく親切で明るくて私を楽しませてくれながら髪の毛が傷まないようにカラーリングしてくれていつも大満足で帰ってます。